お疲れ様です。5月21日、正午過ぎまして、今朝から比べてですね、コイン月庫での時価総額、爆上がりしてますね。10兆円ぐらいバカーンとね、ぶち抜いて急上昇でございます。ということで、今日2度目の暗号通貨ニュースなんですけども、こちらにありますように、時価総額、もう概ね430兆円というね、ここ数ヶ月リサーチしてる中で、もうこれ、マックス99%天井ですよ、みたいなところまで来てますね。はい、ビットコインが111万円になる。あ、1110万ですね。失礼しました。で、イーサリアムは、まあ、すごい急騰ぶりですよ。57万円になりまして、イーサリアムなんてのはね、まあ、100万円ぐらいいてもおかしくないですから、まだまだ伸びていくんだと思います。それから、ソラマも急上昇中です。リド・ステーク・エーテルっていうね、ちょっと聞き慣れないやつ、私も初めて見ましたけども、これが踊り出てきましたね。ごぼう抜きですね。XRP はほぼ変わらずで、80円から83円ぐらい伸びたぐらいなんですけども、カルダノがまたいい値段をつけてきました。あそこからですね、やっぱ3円4円上がってきて、順調に100円目指してるかなと。そして柴犬コインがもうすぐ0.004円ということで、かつての盛り上がりをね、復活させてきてるのかなってところです。まあ、全銘柄急騰してますし、結局こういうことなんですよ。ちょっと不安になりましたけども、370兆円を底として、400兆円を間にしてですね、今430兆円天井として、この間をうろうろしてるとこなんですよね。ですから、上下60兆円を呼吸のように行ったり来たりしてるっていうのが全体像だと思います。まあ、ですんで、仕込み時と売り時がはっきりしてるといえばはっきりしてるのかなっていうところですね。はい。狼狽売りなどないようにお気をつけください。370兆円になったらやべえと思って、これ以上下がったらやばいと思って売るんじゃなくてね、そこで、底値で掴む、安く仕入れるってことができるかどうかが、この投資の、まあ、醍醐味ですよね。はい、それでは、今回は以上です。